第三軍団キレナイカの国員の入った、貨幣第三軍団キレナイカは、ローマ軍団の一軍団。創設者の名は分かってはいないが、おそらくは、マルクス・アントニウスによるものと考えられ、紀元前三十六年に、キュレナイカで総督を務めた頃に創設されたものと、推測される。記録として、最初に、第三軍団の名が出てくるのはアウグストゥスが、プトレマイオス長を倒し、俗集。 アイニュプトスを設置した頃であり、当時はアレクサンドリアに第22軍団デイオタリアナとや営地を共有して駐在していた。また、紀元前22年にはヌミディア王国との戦闘に従軍、63年にはアルメニアの内政干渉問題で起こったパルティアとの戦闘に従軍したことが第22軍団側の資料から伺える。ネロが自殺。 ユリウス・クラウディウス長が断絶した69年の内乱期間には、ティゥスの指揮下に入り、ユダヤ戦争に参加していた。その後、フラビウス・朝の間は、記録から姿は消え、ご検定のハドリアノスの治世の132年に、ユダヤ属州に、再び反乱が勃発すると鎮圧に参加している。そして、マルクス・アウレリウス・アントニノスの治世に共同肯定。 ルキウス・ウェルスのもと、パルティアへ侵攻した。ご検帝時代の後のコンモドス、そして、ペルティナクスの後の193年の内乱時代では、クロディウス・アルビヌスを支持する。しかし、セプティミウス・セウェルスが皇帝となり、セウェルス朝の時代には、入ると、次世代の皇帝からからの統率の元サ再度パルティアに侵攻する。そして、その後の軍人皇帝時代では、アウレリアヌスの知性には、 ローマ中央部の混乱に乗じて独立したゼノビアのパルミラを平定。しかし、それから以降の記録には第三軍団の細かな軍事行動は知らされてはいない。ただ、5世紀までシリア属州にいたことだけはわかっている。ありがとうございます。